何でもできます。事務とか修理とかも。いいですね。頑張ります。お茶はどうぞ。どうも。あなたが返したバッグの持ち主の男性ですか？あ、女性です。その女性の電話番号を教えてください。電話番号は知らないです。着歴に残っていませんか？いえ、刑務所にかけてきたので。じゃあ住所はご存知ですか？いえ、住所も知らないです。何も知らないんですか？彼女に会ったのは私の姉なんです。それが何か問題でも？あなたがバッグを返したという証拠はありますか？いえ、チャリティー協会からの表彰状だけです。じゃあ誰か証人はいますか？刑務所長です。それ以外に？私の姉と息子です。それが何か？あなたを採用する前に事実確認をしたいんです。事実って？噂があるんですよ。噂？今回の話は作り話じゃないかって。嘘ってことですか？確認するのは当然ですから。私の貸主が何か言ってきたんですか？いいえ。じゃあ囚人仲間？いえ、 SNS で噂が飛び交っているんですよ。疑ってらっしゃるんですか？いえ、私は信じていませんが、問題はその内容です。内容？最近刑務所で起きた自殺事件を隠蔽するための作り話じゃないかって。息子に誓って？それは誓う必要があるんですか？事実なんでしょう。はい。じゃあその彼女とご家族に来てもらってください。その人たちの証言や署名があれば SNS で騒がれても安心でしょう。できますか？